こんにちは。今回は2021年クリスマスプレゼント企画ということで、合計10人に当たるプレゼントをご用意しました。どれも私が今年使ってみて、あ、素敵だなとか、使いやすかったなとか、これ本当に可愛かったなっていうものばかり集めたので、ぜひぜひプレゼントにご応募いただけたらと思います。はい、何から紹介しようかな。どうしようかな。コスメとかシャンプーとか、あとスキンケアもありますね。パックもあります。どれにしようかなと思うんですけど、じゃあこの一番大きいプレゼントからご紹介したいと思います。これはもうたびたび動画でも何度もご紹介してるんですけども、こちらはオージュアのイミライズというシリーズのシャンプーとトリートメントになります。これはミルボンから出てるんですけども、もうこれ愛用して結構長くて4年ぐらいかな。私が独立した時にミンクスっていう美容室に通い始めた時からこのオージャを使っております。こちらは美容室1000倍のトリートメントとシャンプーになっていて、ネットとかね、百貨店で売ってないので、わざわざ美容室に買いに行っておりました。でこちらの色はいろんな色があって、私が持っているのはこのピンクなんですけども、あとグリーンとかブルーのとか、いろいろ髪の毛に効かしたい成分によって、パッケージが変わっております。これは結構しっとりしてるかな。これは毛髪強度をケア、日々のケアで強くより美しい髪へということで、私はいつもね、髪の毛をね巻いたり、カラーリングもしたり矯正もしてるので、こういったね髪の毛をケアするようなシャンプーとトリートメントを使っております。こちらはセットで1名様にプレゼントしたいと思います。はい、では次いきます。こちらご紹介します。こちらはデコルテのハンドエッセンスになります。ハンド美容液です。こちらも動画でも何回もご紹介してるんですけども、こちらは2点ご用意しました。とても香りも良くて、私はデコルテいろいろ愛用してるんですけども、この香り結構好きなので、こういう感じでね手につけるんですよね。こうキュッと絞って、ハンドクリームよりはサラッとしてます。でもいい香りするし保湿するので、最近こちらを使ってます。ハンドクリームねつけて携帯触ると結構指紋がつくというか、画面がペタペタしてしまうので、あと手袋はめる時もね、サラッとした美容液だと手袋もねなんかペタペタしないので愛用しております。香りがいいですね。あんまりきつくもないし、ほのかに香る感じで、こちらは2点ご用意しております。はい、では次は、あ、そうだ、デコルテからもう1点。こちらも動画で何度もご紹介してるんですけども、こちらはデコルテのホワイトロジストブライトニングマスク、シート状の美白マスクになってます。これは6枚入りです。こちらのいいところはマスクとしても、とてもしっとりして、翌朝も全然こう乾燥せずにすごく保湿力の高いマスクだなっていうところもあるんですけども、あとこれのいいところは美白の成分も入ってます。このホワイトロジストっていうところですね。なのでこれ夏結構使っておりました。日焼けした後のスキンケアでこのマスクを愛用していました。結構伸びるんですよ。顔にフィットするので、シートを貼った時にこうギュッと引き伸ばしても下からこう持ち上がる感じで、隅々までカバーできるので、このシートマスクすごい良かったなと思って、リピートの方もまだ使ったことない方もぜひ試していただけたらと思います。はい、とてもおすすめです。他は、あ、そうだ、今回エルメスも何点かご用意しております。まずはこれ口紅の入れ物です。この口紅、いろんな種類があったんですよ。最初に口紅何種類も出て、その後、リップバーム出て、そしてカラーのリップバーム出ました。今回ご用意したのは、中身が無色です。無色のリップバームをご用意しました。こちらは男性も非常に人気があるそうで、男女兼用で使っていただけるリップバームになっております。名前はルージュエルメスボームズソワンプールレレブールです。これね、もう色がついてないので、なんか自然な感じですよね。香りも上品です。あまり臭くないな、スーッとする香りと、エルメスの少し柔らかい高級感のある香りがしています。これの私色付きの方が好きで、ピンク、オレンジ、
ベージュの3色出てて、それを使い出してからちょっと頻度減ってしまったんですけども、それが出るまではこれ愛用しておりましたね。これ本当いい香りがします。こちらもね、とてもいいアイテムだと思います。こちらは1点ご用意しております。エルメスは他にもまだあって、これはネイルオイルになってます。このネイルオイル、これすごくいいんですよ。こちら大人気で、ね、もう私が買いに行った時はネイルのカラーほとんど完売してて、何だったかな、赤だったかな、一色だけ残ってたんですけど、あとピンクとかベージュとかもう全色完売したっていうことで、その時に置いてあったこのオイル美容液だけを購入して帰りました。まあちょっと指、まあちょっと爪がいつもジェルなので、もうなんかね、縁があったら欲しいなと思ったんですけど、ネイルラッカーの方は全て完売でした。これね、やっぱね、冬は乾燥もすごいし、消毒で手もね、なんかガサガサになっちゃうので、こういったハンド美容液とこのオイルでケアしてあげるといいんじゃないかなと思います。おしゃれですよね、見た目が。この白にゴールドで、ちょっとちょうどいいサイズのオイルになってます。あ、いい香り。さっきのデコルテのも香りがします。ほんとエルメスのコスメどんどん増えてますね。昔はリップしかなかったんですけど、チークが出て、あとバーム、リップバームが出て、そして最近このネイルのシリーズが出てます。あと他にも筆もありましたね。筆も何種類かあります。私はチークのブラシを昔買いました。あとリップのね、ケースも昔買いました。革でできてて、とっても可愛いです。これ本当に最近出たばかりなので、ぜひぜひ使ってもらえたら嬉しいです。はい、そしてエルメスからもう1点、今度は同じ時期ぐらいに出たんですけど、この、はい、パーマプラスプールドールフェーブルフェイスパウダー、中身はこんな感じになっています。ちょっとゴールドっぽいですよね。ハイライト、フェイスパウダーかな、大きな筆で取って顔にサッと塗ってます。私は何度か使用したんですけど、本当まだ最近発売されたばっかりで、まあ、これから冬愛用していきたいなと思ってるコスメです。これもとても上品な、もうデザインがすごい素敵ですよね。さっきのね、この白にゴールド、こちらも白にゴールド、これもね、白にゴールド、なんかね、上品、エルメスっぽいです。で、このコンパクトはチークも同じようなタイプになってるんですけども、今回は新作ということで、このフェイスパウダーをお一人様にプレゼントできるようにご用意いたしました。ぜひぜひこちらも応募いただけたらと思います。はい、ちょっとコスメが続いてるんですけども、最後ね、前回動画でも撮ったんですけども、ディオールのクリスマスコフレ、こちら2種類、こちらが2名様、こちらが1名様にプレゼントをご用意しました。めっちゃめちゃ可愛くて、あ、これ絶対年末のプレゼント企画に購入して誰かにあげれたらいいなと思って、これ販売した時に多めに買っております。私がレビューしたのはこの2つなんですけども、まずこちら、すごいんですよ、じゃーん、わー、すごい、チーク、アイシャドウ、フェイスパウダー、すべてセットになっています。すごーい、色がいっぱいあって、しかもどれも馴染みやすい、肌に馴染みやすい色なので、非常に使いやすいなと思ったパレットでした。このサンククルールクチュールの色も、真ん中のね、このアイシャドウもすべてベージュ系なので、とても使いやすいと思います。そしてこのチークもちょっとね、ビビッドなピンクと肌馴染みのいい、オレンジ味のあるチーク、オレンジピンクっぽいチークと2色あるので、どちらのね、チーク使っても使いやすいんじゃないかなと思います。そしてこの口紅も4種類あるので、深みのある赤から薄い、ビビッドなピンクに近いものまで、そしてローズっぽい色まであるので、とても使いやすいんじゃないかなと思います。このアイシャドウがね、ほんと万能ですよね。茶色で中がね、ベージュなので、明るい系のメイクもできるし、シックな感じのね、濃い茶色を使ったメイクもできると思います。本当にこちらおすすめのクリスマスコフレです。こちらを1点ご用意しております。もう一つ同じ時期に出たクリスマスコフレ、こちらもめちゃめちゃ可愛いんですよ、じゃーん、いや、すごい、結構使ってます、使いやすくてたくさん使ってます。
はい、これね、もう茶色が非常に使いやすいんですけど、一番この端のアプリコットっぽいこういう色がすごく好きで、これを本当この冬たくさん使っています。温かみがあって、でこうなんとなくねクリスマスっぽいメイクができるので、この赤、そしてこのゴールドのラメ、こちらを非常によく使っております。ね、で真ん中の茶色も締め色でいいので結構使ってますね。本当に可愛くておすすめです。こちらは2点ご用意しております。ディオールのクリスマスコフレのレビューの動画もこちらに貼っておりますので、ぜひぜひ見ていただけたらと思います。以上10点です。どれがいいかな、どれが一番人気出るかな、個人的にでもどれも使ってほしいな。あ、でもこのね最後に紹介したアイシャドウは本当に使いやすいです。で結構ねちっちゃいので持ち運びもいいかな。この大きい方だと、まあ、家に置いとくよっていう感じですよね。ただこの柄がすごく可愛いです。パリのモンテーン通りの本店のディオールのね建物のイメージしているカバーになっております。あと使ってよかったの、あ、さっきのねネイルオイルもいいかな。これもカバンに入れておけるので、外出先でもあちょっと乾燥してるなと思う時にねささっとケアできるので、とてもおすすめです。いやもうこうつけがたい、10点とも自分で選んで、あこれほんと1年使ってよかったっていうものだけを選んだので、どれも皆さんに使ってもらえたらとても嬉しいです。応募の仕方は概要欄に貼ってありますので、そちらの URL から飛んで、ぜひぜひ応募していただけたらと思います。今年もあと少しになってきたので、もう楽しいね YouTube これからも上げていこうと、まあ、いろいろ企画は考えているところです。今年一番頑張ったのってやっぱり最後のね5日間の平日の Vlog、好評だったんですよね。あれとてもねやってて大変だったんですけど、でもアップした後にとても感想が嬉しかったので、また Vlog 撮ろうっていう気持ちになっております。ぜひよかったらコメントもよろしくお願いします。ということで皆様のご応募お待ちしております。それではこの辺りでバイバーイ。